third things third, send a prayer to the ones up above. All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. Hi, Bellfire. Hi. Hi, 今回は Bellfire。最近ちょっとセナカメラマン多くない？今修行中です。ちょっと2024年はもう俺らでニコイチで行こうか。はい、うん、もうタイガー大丈夫です。タイガーもう撮るとき自分でさ自撮り棒モデルスタさんのカメラマンっつって一人でやってもらおう。今回のこのベルファイアは注文でお客様からお問い合わせいただいて、こういうのが欲しいんですっていう打ち合わせさせていただいて、仕入れからやらさせていただいた一台です。あ、でも売約済みのお車ですね。はい。で、今回のお客様は東京都のお客様です。おー。はい。またご遠方から。ありがたいです。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ、調子来る。いや、朝からやっぱ元気出していきましょう。あの、東京都のお客様で。はい。はい。本当に、あの、遠方から。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。今回、これ、ベルファイア 2.5 の ZG エディションで、30年式。だから、今年が令和6年やから、もう6年落ちなん？早いな。でも、こう、6年を感じさせへんというか。感じないですね。はい。すごい極上なお車仕入れたんで、はい、今回はこちらのお車紹介したいと思います。はい。前回りから。初めてかもしれん。モデレッサさんのフロントグリル、ここ。うん。初めてやな、うち。うん。私も見たことない気がします。うん、上からかぶさってんな。あ、うん。うん。結構前にもちょっと張り出すというか、ちょっとボリューム出るな。ほんまや。うん。で、フロントスポイラーもモデレッサさん。はい。もうメッキがもう、なんげんなんげんけんなおこ。いや、なんもっともも知ってるん、知ってんねや。それは知っとる。あ、知っとる。あと、この30年式の時って、ヘッドランプ3眼ってオプションやって。はい。3眼ついてて、シーケンシャルウィンカーもついてるんで。ちょっとブルーなんて。あ、ベルファイア、そうやね。うん。かわいい。けんなおこ、もうええって。フォグランプ変えてるんで、ちょっと電気回りきます。はい。はい。これは黄色？うん。はい。ああ。初めてつけてんけど。はい。お客様からのご要望で、これ前にもつけた FCL さん。FCL さん。ああ、うん、はい。ライムイエローとイエローとかの切り替えがあったところの。はい。それの、これアイスブルーやったかな？アイスブルー。うん。このやつがいいんです。あって今回初めて取り付けしました。はい。サイドいきまーす。はい。サイドです。サイドもモデリスタさんのサイドスカートついてて。はい。で、今回 ZG エディションやねんけど、ホイール。エグゼクティブラウンジのホイールか。え？エグゼクティブラウンジのホイール？はい。こんな、もともとキランってしてないブラポリやから。あー。うん。あ、今回間違えた。2.5 じゃない。3.5。3.5? うん。いつものノリで 2.5 って言ってた。ああ、でも何の違和感もなく。3.5。3.5 の ZG エディション。3.5 は ZG やん。ZG。うん。3.5 ですけど。わかりました。3.5。今回は。はい。あと、サイド。ここのさ、ピラーの部分。こう、ブラックメッキというかさ。お、なんか、うん、ここと違いますね、ちょっと。うん。ちょっと暗いね。ここも。はい。こだわりポイント。へぇー。はい。で、今回パナラミックビューついてるんで、JBL、ミラーないです。え？わかってない。ここにこうやってミラーついてない。あー、アルファードとかでよく見る。うん。あ、何の違和感もなかった。うん、JBL ついてるんで。はい。今回の車、これめちゃくちゃええねんやん。はい。内装がすごいんです。内装。ちょっと先リア行きます。はい。はい、リアです。リアも、モデリスタさんのリアスカートと、あと今回はマフラー、スポーツマフラーついてるんで。あ、はい。マフラーカットじゃなくて。うん、そう。ちゃんとしたやつ。はい。で、V6。おお、はい。V6。3.5 なんで。ちょっとやっぱ朝早かったらちょっと調子狂うな。
え、ほんまですか？うん、来る。なんか 2.5 って言ってたし。ああ。だいぶ調子狂ってる。狂ってますね。あと、ここのバックドアのガーニッシュも、これ。はい。これも、モデリスタさんがついてます。はい。で、ZG なんで、パワーバックドアはついてます。あ、はい、ちょっと待って。狂ってますね。いいです。はい。もうなんかアルファードとかベルファイア、あの、もうついとって当たり前みたいなな。逆になんかついてなかったら、お。はい。めっちゃ綺麗やろ、ほんまに。綺麗ですけど、うん、6年落ちじゃないでしょ。うん。内装いこう。はい。続いてじゃあ内装いきます。お待ちかねの。びっくりするよ。うわお。あの、匂い、何も思わんな。思いますね。え？思う？わかる？革の匂いが。あ、本革やん、今回。あ、本革？うん。めっちゃ綺麗ですね。だからさ、2列目見て。2列目もシートヒーターついてる。本革やから。本革しよう。そうやね。はい。あの、今回 JBL って言ったんで、はい、ここに書いてるやろ。JBL。おったー、うん、で、セナの頭の上。おー、ビアエンターテインメント。電動？うん。エンターテインメントですね。はい。ついてます。で、あと、これ。お、でかっ！アルパインさんのデジタルインナーミラー。アルパインさん。はい。はい。あの、取り付けしました。で、サンルーフもツインムーンルーフついてるんで。あ、はい。ついてる。ついてます。はい。まあ、あとシートヒーター、ベンチレーションとかもその辺はもうついてるんで、はい。省かせていただきます。はい。なんせもう、めっちゃ綺麗だろ。ほんまに、あの、ほんまに6年落ちって思わねん。皮が、なんかピーンってなってますよね。え？ピーンって、綺麗。張っとるわ。ピチピチ。はい。今回、内装も綺麗かったんで。もうこれはな、絶対に買わなあかんっていう、俺の中で。じゃあ、なかなかな、やっぱ、その 3.5 でお客様が言ってるような感じの、低層庫も減ってきたから、やっぱり。ああ、はい。うん。あの、減ってきて、これ出てきて、本来言われてなかったん、実は。やっぱ、上を行っちゃうのが、天気ですよね。はい。あの、JBL も言われてない。うん。まあ、だけど、ちょっと予算ギリギリ、ちょっともしかしたらいけるかもしれんなーって、もう。もうこうや、ずっと。一人ずっとついてきたな。あ、うん。オークション。うん。もう無理やで、無理やでって言いながら。うん、もうこれ、俺、落とさんかったら、もう、あの、ちょっとほんま、ちょっと厳しいやろなと思ってたから。でも、俺が思ってるより行っちゃってんけどな。行っちゃってる、うん、行っちゃった。予算が。お客様の、あの、その、もともとの最初の予算は変えてないから。はい。ジーズ頑張ってます！ありがとうございますはい。いかがでしたでしょうか。6年落ちとは思えなかったです。あ、違う。合わせてくれた。はい。はい。あの、ほんまにすごい、あの、程度のいいお車仕入れてたんで。はい。俺明日、納車行ってくんねんけど。あ、明日、はい。はい。めちゃくちゃ喜んでもらえると思います。多分お客様には一応、こう、写真送ったりしてんねんけどさ。はい。俺本革とか言ってない。あ、スペシャルサプライズ。そう。JBL は言ってるけど。うん。だから、この車仕入れる前にこんなお車出てます、言って、はい。逆に本革一回言って、これがあかんかったとしたらさ。ああ。もうやっぱ次本革がいいですって言ったら、ほんまにないから、マジで。うん。ほんまに少ないね。はい。だけどまあ、あの、すごいいいお車仕入れてきたんで、よかったです。これは絶対大喜びいただけるのではないでしょうか。はい。まあ、ベルファイアとかアルファードとかにも限らず、何の車種でも YouTube とかご覧いただいている方で、ジールにちょっとお願いしたいなっていう方は、LINE とかでご相談いただければ、このような感じで仕入れから自信を持ってやらさせていただきますんで、はい。何なりとお問い合わせください。お願いします。はい。ということで、今回はベルファイアで 3.5 の ZG、24,000km の東京都のお客様のお車のご紹介でした。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回以上で終わりたいと思います。ありがとうございました。危なかったですね。調子狂ってます。あの、朝はあかんな。